すいません、あ、すいません、え、三谷さんですか。そうです。あ、三谷です。あ、よろしく。西口。あ、え、全然ごめんなさい、ちょっと分かりづらくて。今回の動画は千葉県石川市のコリアンダイニングてじてじさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。外録チャンネル三谷も審査員の一人を務めているスペリオールドキュメントコミック大賞作品大募集。漫画が書けなくても文字だけの原作を僕は可能。すごい人生、すごい体験待ってます。詳しくは QR コードか概要欄で確認お願いします。送ってくれたじゃないですか、メールを。はいはいはい。なんかもうちょっと浮世離れしすぎてて、何から聞いていいかって感じですけど、え、今って7億借金あるんですか？あ、そうですね。じゃあ不動産詐欺にあった。はあ、まず今は、はい、でもオーストラリアでその借金返すために風俗のお仕事されてるみたいなことを一応書いてて、でも都内でも撮影は可能ですって連絡メールだったじゃないですか。今っていうか、はい、今はどこ住んでるんですか。今はでもこっちにいるときホテルか大阪の実家かって感じです。はあ、でオーストラリアからはいつ帰ってきたんですか。ちなみにオーストラリア1ヶ月ぐらい前に帰ってきて、もう前から転々と海外を転々としてて、はあ、そうか、今海外を転々としてて今もたまたま東京にいるってことですか。じゃあそうですね、ちょっともう海外暮らしが、はい、もう3年ぐらいいろんな海外転々としてて、こっちの住民票も全部抜いててって感じなんで、はい、あ、え、そうなんですか。じゃあ住民票日本にないんですか。ないです、ないです。え、じゃあどこが住所になるんですか。住所、一応まだドバイになったままなんですけど、はぁ、いろいろあって、はいはい、そのガーシー法食らったりとかも、はいはいはい、いろいろあって、なんか一から説明すると結構、あ、そうですよね。だからなんかすごくもう情報量がめちゃくちゃ多くて、こんな22歳がこんなに存在するのかみたいな内容だったじゃないですか。そうですね。あ、じゃあここでじゃあいいですか、はい、いや今現在は職業何なんですか。もうずっと私海外で中国人の愛人やってたんですよ。はいはいはい。なんかってインスタグラムとアジアの愛人みたいなタイトル作ってるんですよ。そうですそうですそうです。中国人の愛人やってたんですか。今はずっと中国人の富裕層の愛人をずっと、はい、やってて、はい、まあ、ボディーガードのライセンスとかも持ってて。え、ボディーガードの守る側ですか。あ、そうですそうです。なんか強いんですか。一応フィリピンでライセンスみたいなの取りました。その実弾撃ったりとかする。え、じゃあ何ですか、ミミタンさんが愛人を守る的な。あ、そうですそうですそうです。そんなことある。はい。こんな女性に守りってもらいたい富裕層いるんですか。女性に会ってもらいたいってもちょっと失礼な話もしてるんですけど、うん、まあ必ずそれ結構後進国とか東南アジアとか行くと富裕層の子絶対ボディーガードめっちゃつけるんですよ、はいはい、で私も女だから一応ボディーガードつけられてもいつも監視されてるみたいで嫌だから、自分の身は自分で守るからっていうので、そういう意味合いで。あ、そうなんですか。はい。で今は愛人やってないですか。今はちょっと休憩でって感じですね。いつも1ヶ月ごとに契約するんですけど。はあ。じゃあ1ヶ月大体いくらぐらいで契約するんですか。マックス3600万でした。日本円でマックス1ヶ月キャッシュで3600万の契約がありましたね。それキャッシュの3600万ってのは、はい、じゃあキャッシュでもらうんですか。キャッシュ、仮想通貨でもらったりとか、あとドルでもらったりとか。米ドルで。そうですそうです。振り込まれるんですか。振り込まれます。カンボジアの口座に。カンボジアの口座持ってらっしゃるんですか。そうです。はあ。しかも米ドルなんかでもらったら今円安だから日本円にしてとんでもない金額になるんですか。そうですね。だから3600万とかいう金額に、はあ、なります。でそれがまあマックスじゃないですか。あ、その平均的な金額でどのぐらいなんですか。まあ2000万から3000万ぐらいが月。はい、月。それもそういう交渉されるんですか。それとも交渉っていうか、そういう愛人を派遣してるそういうアジアの、まあ、いわば交際クラブみたいなとこに所属してて、それの海外版みたいな。はあ。でもその海外を相手にしてるようなそういう愛人をなんか 、はい、見つけるそういう、まあ、クラブみたいなところはトップクラスでしょうけど、そんな金額、はい、でもまあ数百万とかじゃザラにいるってことですか。愛人契約1ヶ月。いや、ほとんど本当トップ郵送の人しか多分登録してないですね。なんか
結構審査が厳しくって、それ結構私コネで入ったんですよね。あ、そこに。そうですそうです。それも私がキャバ嬢を二十歳になった時からしてたんですけど、はあはあ、もう結構キャバ嬢でもう新地でナンバーワンになってて、うんうん、それで、まあ、日本の富裕層とかもいろいろ見るわけじゃないですか、キャバクラで多少売れてたら、うんうん、でそれで、あ、なんか日本ってこんなもんかみたいな。東京も結構私できて、もう14歳の時ぐらいからもうほぼ家出みたいな感じで東京出てきて、グラビアアイドルの活動とかやってたんで、それでまあ結構東京にも知り合いが多くて、日本の富裕層の人とかもつながってたんですけど、はい、あ、なんか日本ってこんなもんかみたいな、なんか日本に飽きたというか。へーなるほどね。そうですそうです。日本に飽きてきて、あ、じゃあもう海外行こうってなって、で一人でもうハローとソーリーしか分かんない状態で一人でニューヨーク行ってでしばらくニューヨーク住んで、そしたらそこでとりあえず働き口見つけなきゃいけなかったから、はい、ニューヨークにある中華系の KTV ってとこで働き始めたんですよ。 KTV っていうのは海外版のキャバクラみたいな。あ、キャバクラなんですか KTV って。そうですそうです、うん、日本のキャバクラと違うところは、そう、女の子がそうずらーってショーアップみたいな感じでお客さんの前に並んで、そこでお客さんからチョイスされて、で座っていくらみたいな、で持って帰られるならいくらみたいな、はあ、そうっていうシステムがあって、まあ、私キャバクラやってたし、その日本人の女の子って結構中国でも人気なこと知ってたんで。そうなの。そうですそうですそうです。中国は AV ダメなんですよ、うんうんうん、だから中国人の富裕層とかもそうですけど、みんな中国人の人日本の AV 見るらしくて、うんうんうん、だから、まあ、そういうイメージとかもあって。へえ。そういうとこに行く前の、まあ、ミミタンさんが普通にどこら辺で生まれてどうやってそう成り上がってったかというか、はいはいはい、みたいなこと聞きたいんですけど、まず出身はどこなんですか。はい、出身大阪で、まあ、地元。そうですそうです。もうどんな家に生まれるんですか。母がもともとホステスやってて、父がお客さんみたいな。父も23とかで私が生まれてるんで、父と母が結婚せずに私が生まれてるんで、うんうんうん、だからお互いバツなしなんですよ。ほうほうほう。まあちょっとうまくいかなくなって離れて、ほうほう、母が私のことシングルマザーとして育てていくっていう感じだったんですけど、ほうほう、母よりも女っていうタイプなんで、あ、はいはい、まあ彼氏作っちゃって、うんうん、で家帰ってこなくなってみたいな。その家に帰ってこなくなった場合は、はい、ミータンさん当時何歳ぐらいで。当時3、4歳だったと思います。3、4歳はどうするんですか。じゃあ3、4歳で、で私がその奇跡的に覚えてた、あのおばあちゃんの電話番号に家の電話から電話したんですよ。はい。でママが帰ってこないって夜中の3時におばあちゃんに言った。おばあちゃんが近くに住んでたんで飛んできてくれて、はー、でその一件があってから結構もうおばあちゃんの家で過ごすようになって、だから小学校ぐらいの時はずっとおばあちゃん家で育てられて、でも母はほとんどその彼氏といたんで、うんうん、ほとんど会うことはなくてっていう感じでした。じゃあもうおばあちゃんとおじいちゃんに育てられたっていう感覚ですか。そうですね、結構大家族だったんですけど、おじいちゃんがもともと中学校の先生で、おばあちゃんが小学校の先生なんですよ。おうおうおう。それでまあ結構厳しいっちゃ厳しい家庭だったんですけど、うん、ひいおばあちゃん、おじいちゃんの妹、おじいちゃん、おばあちゃん、あとおば、ほうほうほう、と私で住み始めたんですよ。はあ、多いですね。で、母は、そうです。その、彼氏の家に一緒に住んでたんで、ほとんどまあ、会うこともなくて、はあ、で、父とも会うことはなくてっていう感じで、小学校時代、そんな感じで過ごしましたね。いや、その、お母さんは、そのまあ おばあちゃんとおじいちゃんどっちも教師みたいな感じで、はい、もう反抗し続けてそのままその大人になってたみたいな感じなんですかね。いや、まあ結構その母もまたそのひいおばあちゃんの方に育てられてて、え、おばあちゃんが教師だったんで忙しくて、で教育委員会の結構偉いさんとかもやってたから、あんまり子供の面倒を見る時間が逆になかったみたいで、はだから
もう母もおばあちゃんにずっと育てられてたから。なるほど、連鎖してるんですね。そうです、連鎖で。はあ。え、それはそれでどうなんですか、そのミミタンさん的には。まあお母さんいないの寂しいかもしれないですけど、あの家にはいっぱい家族がいるんですもんね。まあ、いっぱいいます。だからその結構小学校時代は低学年中学年あたりぐらいまでは結構楽しかったんですけど、ほうほう、まあ、参観日とかに、え、なんでママ来ないのみたいなこと言われることとかもあって、結構まあ嫌な時期もあって、うん、ですね、それが。あ、まあ、寿司それ嫌ですね。そうです、そうです。うちだけおばあちゃん来てるみたいな。そうです。ちょっといや、ありがたいけど恥ずかしい時期ですよね。そうですよね、まあ、小学校の時なんで、そういう感じになってて、それで、まあ、小学校4年生のぐらいの時から結構ヤンキーにいじめられ始めるんですよね。ほうほうほう。で、まあ、その時太ってたし、うんうんうん、ビジュアルも良くなかったっていうのもあって、いじめられて、うんうん、不登校になっちゃって、うん、でおばあちゃんが早退するってなっても、もう自転車で毎日迎えに来てくれてみたいな、うん、私あんまりいじめられてるってことも言えなくて、うん、その当時は。なるほどね。結局小学校 5,6 年ぐらいから不登校になっていくんですけど、うんうん、結構その LINE のグループみたいな LINE ができ始めたぐらいの時で、そっか、もうミズさん22でしたっけ。22なんです。だからそっか、小学高学年でも LINE あるんですね。あります、あります。ではスマホ持ち始めたのが小学校低学年ぐらいなんで、で、まあ、LINE が流行り始めて、結構そのグループ LINE とかクラスでできたりとかする時期なんですけど、はあはあはあ、その時にもう結構私がヤンキーにいじめられてたから見返したくて、うん、年上の悪いヤンキーの先輩とつるみ始めるんですよね。どれくらい年上ですか。まあ2つ3つぐらいな。で、小学校6年生ぐらいの時にレイプされるんですよ、そういう先輩たちに。あ、そのヤンキー先輩に。そうです、そうです。初めてだから 3Pでしたね。え、 3P が初体験なんですか。そうです。しかもレイプ、それどういうシチュエーションですか。それ一応、いじめられないためにヤンキーとつるみ出すじゃないですか。そうです、そうです。その作戦最初成功するんですか。まあ最終的には成功するんですけど、まあその過程に要はレイプがあったみたいな。あ、レイプあって離れるんじゃなくて、レイプ経てそのヤンキーを手玉に取るというか、その味方に入れるんですか。はい。え、それごめんなさい、ちょっと、まあ、辛い思い出かもしれないですけど、どんな状況だったか話せます。いや、まあ私結構夜で歩いてって、まあ、おばあちゃんも結構その頃は諦めてたじゃないけど、その門限とかも初め厳しかったんですけど、ほうほうほう、言うこと聞かないし、ほうほうほう、もうすっごい反抗期だったんで、ほうほう、もういつ帰ってきても何も言わないみたいな風になってて、ほうほう、いや夜にそういう先輩に呼び出されて会って、うんうん、そのままなんかバイクに乗せられて、で、うんうん、なされるがままなんか家来てよみたいになって、はあ、でそのまま、まあ、先輩2人にレイプされて、はあ、でまあなんか逃げるように出てきて、でとぼとぼ帰ってみたいな。何が起こったかも分かんなかったんですけど、うん、小6と中1の間の春休みぐらいだったかな、うんうん、私結構開き直るタイプなんで、あ、私魅力があったからそんなことされたんだみたいな。ほうほうほう。まあその時私も結構不登校になって、その時結構ギャルが流行ってたんで、うんうんうん、髪の毛染めたりとか、うん、その化粧も濃かったりとかして、うんうん、目立つ見た目だったんで、うんうん、そっか、その小5から小学校高学年ぐらいから徐々にヤンキー化してってんですもんね。そうです、そうです、そうです。ほうほう。レイプされたことを悲観的に捉えてないから仲良くできるんですよ、普通に。なるほどね、はい、向こうに後ろめたさを感じさせないぐらいの振る舞いなんですか。そうです、そうです。へー。逆にそこでそのやられたとか言って騒いじゃったら作戦失敗になっちゃうなと思って、要はその同じ年のいじめられてたヤンキーを見返したいためにその年上のヤンキーとつるんで、そしたらで年下のヤンキーはやっぱりひるむんだけですよね。そうですね、はいはい。まあ、それ目的でつるみ始めたんで、
そうか、そんなことでくよくよしてらんないみたいな。くよくよしてらんないすごいですね。でもその結構 どれぐらいのタイミングでその同級生のヤンキーを潰すことに成功するんですか。それで、まあ、レイプされてしばらく経ったぐらいの時に、はい、暴走族の副総長の人と付き合うんですよ。え、まずごめんなさい、ミュータさん22じゃないですか、はい、ミュータさんが中2ぐらいの、そう、中1中2ぐらいの時に、10年前ぐらいってまだ暴走族あるんですか。ありました。その大阪のまあそんな大きいのじゃないんですけど、まあ、地元である暴走族みたいなのがあって、ほうほう、で、まあ、副総長みたいな人と付き合う副総長何歳なんですか。16だったと思います。あ、じゃあ13歳と16歳高1みたいな。あ、はあ、はあ、はあ、まあ、でもヤンキー同士だったらありえそうなカップルっすね。まあまあ離れてるけど。そうですね。ではそういう人と付き合ってるともう絶対そのいじめてこないし、うんうん、なので、まあ、中学もほとんど行けなかったんですけど、はあ、もう廊下真ん中歩いて、で髪染めて、生活指導の先生に呼び出されてみたいな。なるほど。もうじゃあ本当に学校で一番悪い女みたいな雰囲気出るんですね。学年で一番とか、ね、やばい、なんか誰々さんの女だぞあいつみたいな、廊下で言われてるみたいな。はあそうか、そうするともう絶対いじめてこないですもん、男子も。そうですね。なんか一回影で多分私の元カレのその時の副総長が一回私のこといじめてたヤンキーを詰めてるんですよ、裏で、私が分かんないとこ でそれで多分もう何も言ってこなくなって、はあ、俺の何手出すなよぐらいの感じで。そうですよ。でも本当に作戦成功してるんですね。じゃあそうです、そうです。しかも自分から指示したわけでもなく、はい、はあ、でそこら辺からなんか男を使って権力を手に入れる方法を思い出すっていうか、はあ、こうやってあの強いやつを味方にしとけば、そうです、同じ立場になれるんだっていうか、ある意味。それからその、はい、同じくそのグループラインっていうのが流行りだしたぐらいの時に、はい、私ずっと芸能界に憧れてたんですよね、はい、でギャル雑誌とかも結構好きで買ってたんで、はい、そんな見るたびに、あ、なんか東京行きたいなとか、ラン好きとかエッグとかっていう雑誌が流行ったぐらいの時で、はい、で結構ギャルに憧れてめっちゃ濃いメイクしたりカラコン買ったりとかして、そこからなんか年上の友達がやっぱ多かったんで、ほうほう、年上の友達からこの人芸能プロデューサーだからって言って紹介されるんですよね。でその紹介された人が当時で30いくつだった、37とかだった人だったんですけど、ほうほう、関西コレクションで大阪行くからみたいな、ほうほう感じで言われて、ホテル来てよって言われて。え、それ何歳の時、何歳の14歳ぐらいの時。お、中学生に出してホテル来てって言うんですか。そうですね、13、14ぐらいの時。ほうほう。で、でなんかやらせてくれたらファッションショー出させてあげるって言われて。え、ほうほうほうで、分かったって言ってあ、もしかその時別にもう、もうその性でのし上がる方法も小学生で。そうです、そうです。小学生とか中学生ぐらいの時。でも心得てるんですもんね。そうですね。だからそこに対してあんまりなんだろう、抵抗がなくて。そうか、それでカンコレ出れるんだったらラッキーみたいな。それカンコレじゃなかったんですけど、まあそれでなんかファッションショーとか芸能デビューできるんだったら、はあ、それあ、そんなんでいいんだみたいな。もうそれでじゃあ事務所所属するんですか、その時点で。事務所所属、フリーランスっていう形で初めやってましたね。中学生でフリーランスだとギャラとかもらえるんですか。もらえます、多少はもらえます。だけどほとんどもうスズメの涙みたいなもんのギャラなんで、主には南の水泡のやってるガールズバーで働いたりとか。え、そうか、もう中学生からそのガールズバーやりだすんですか。そうです。いや、中学生が、いや普通あのガールズバーいたらあのバレるじゃないですか。あ、でも大人っぽかったんですよ、見た目が。はあ。お酒は飲んでました。飲んでました。うおすごいな。今はもう少なくなりましたけど、当時結構その南でも、まあ、違法なキャッチしてっていう店のガルバ結構多かったんですよね。え、それ南なんですか。南です、ね、あ、もっと地方の大阪の都市じゃなくて南なんですか。あ、南です。それど真ん中の話なんですね。そうです、南でそういうガールズバーが多かったんですよ。それで働いたりとか、うん、お金を得て、そのお金を握りしめて東京に行っ
って、うん、泊まるところはそのプロデューサーの家に泊まって、で仕事をさせてもらったりとか、そのイベントを行ったりとか、業界のイベントとか連れてってもらったりとかして、まあ、人脈広げて、中学生の時そんな感じでしたね。それはじゃあもう高校行かないんですか？中学卒業したら。でもずっと中学ほとんど行かずにバンドもやってたんですよね。なんか音楽もやりたいって言ってパートどうですか？ギターやったりボーカルやったり。ギター弾けたんですか？ギターは多少は弾けます。あ、そうなんですか？そこで中学くらいの時そういうバンドの人脈とかも結構あって、はい、でそこで今のお兄ちゃんとなる人と出会うんですよ。今のお兄ちゃんとなるっていうのは何ですか？あの実の両親じゃないけど、私両親4人いて、え、中学生からその一緒にバンドやってた人と家族ぐるみで仲良くなって、はい、その家で育てられるんですよ。中学生から養子に入るってことですか？まあ養子みたいなもんですね。まあ、戸籍上は養子にはなってないけど、もうほとんど養子みたいなもんで、おばあちゃんも年だし、うんうん、結構私の反抗期のレベルもすごかったんで、うんうん、手に負えないってなったぐらいの時にバンドの、まあ、一緒にそういう活動してた人と家族ぐるみ仲良くなって、いろいろ私がそのパパとかママとかに家庭の事情とか話してたら、じゃあお前うち来いよって言われて。はあ、だからその心の母と父みたいなことですよね。そうです、そうです、そうです。そのバンドのメンバーのお父さんとお母さんってことですよね？そうです、そうです、そうです。そのバンドのメンバーとは別に恋愛関係はあるんですか？ないです、ないです。じゃあ本当、え、年齢的には？年齢的には4つ上でしたね。じゃあ本当ただの、はい、気の合う同じ系統の音楽が好きな仲間っていう感じですか？そんな感じですね。そのお兄ちゃんが、はい、あのライブハウスでオフ会みたいなしてる時に、はい、ベロベロになって動けなくなったんですよね、はいはい、その時に実家までタクシーで送って行ってあげて、はいはい、でそこから、こんな深夜にこんな若い女の子がその息子のことを送ってくれてみたいになって、はいはい、そっから仲良くなって結構いつでもうち来いよって言われて、私もその両親っていう存在が今までパパとママがいなかったからっていうので嬉しくて、お兄ちゃん抜きで行くようになったりとかして。あ、そっか。そのお兄ちゃんよりどちらかというとそのお兄ちゃんの、まあ、バンドメンバーのお父さんとお母さんと普通に仲良くなって交流を持ってくって感じなんですか？あ、そうです、そうです。はあ、それ大阪ですよね？大阪です。はあ、でなんですけど、まあ芸能もやりたい、では両親もできてみたいな感じで、高校は絶対行けよって言われて、うんうんうん、中卒はやばいからって言われて、うんうん、よかったって言って勉強して、で一応ここは入れたんですよ。入ったら入ったで気合入ってきちゃって。どっち？勉強に？勉強に。ほうほう。で私目立ちが結構目立ちたがり屋なんで会長みたいになるんですよ。1学期1年生の時に。1年生の中の会長になるんですか？学校の会長になるんですか？学級会長みたいな感じになって、ほうほうほう、まあその時めっちゃ成績良かったんですけど、ほう、前期後期ってあるんですよ。で前期の会長が終わった瞬間、南で飲み歩いてみたいな、その会長っていうポジションがなくなってからだらけていっちゃって、ガールズバーとかそういう違法なラウンジとかで稼いだお金でホストで遊んだりとか。しかしそれ高校生でやってんすね。高校1年生の時やってて、でその時飲み友達が27歳とかだったんですよ。まあでもそうなるでしょうね、そんなとこ出入りしてたら。そうですね。でその子と一緒にホスト回ったりとかして。はあ、え、じゃあ一回そのホスト回ってる時は東京での芸能みたいなのは一旦こう諦めるなのか？一旦1年ぐらいやんなかったですね。ああ、まあ一回やっかみたいな。一旦1年ぐらい休んで、はあ、だけど16、7ぐらいの時にもう一回芸能やりたいってなるんですよ。はあ、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 もう一回そのプロデューサーに連絡するんです。あ、一回別れてるってことですよね、そのプロデューサーとね。一回プロデューサーと離れたんですけど、はい、また連絡しちゃって。ほうほう。モデルやるっていうかグラビアやればって、そのモデルはめちゃくちゃ細くないとなれないからって
で私はそんなに細いタイプじゃなかったんで、うんうん、でも普通のグラビアだったら目立てないから、うんうん、社長グラドルみたいな感じで、もう金の心配もしなくていいし、東京来る時の費用とかも出すから、うんうん、社長をやってみないかって言われたんですよ。あ、もうなんか別に社長グラドってる肩書き、しかも高校生みたいなのは受けるんじゃないかみたいなことですか？そうですそうです。なんか会社やりなよって言われて、ほうほう、だけど結局その人がその時仮想通貨流行ったじゃないですか、ほうほう、多分国内 ICO みたいなのが流行った時に、ほう、ポンジをやりたいから自分の名前で代表にならないために私の名前を使いたかったみたいな感じだったみたいで。あ、詐欺するためにってことですか？要はポンジスキームとか、まあ、多分そうですね。結局その事業自体はうまくいかなかったんですけど、はい、何の心配もしなくていいからとか言っときながら、はいはい、ご飯行く時も割り勘させられてみたいな。あ、もうその17の時にはプロデューサーが金がなくなってたんですか？ないっていうかケチなのかないのか分かんないけど、自分の金をおっさんの飯代に消えるのきついっすね。まあそれもなんか夢を追いかけるためじゃないけど、あ、そっか、なんか一応ランウェイとか立たせてくれるぐらいのコネクション持ってるし、なんかこいつと仲良くしてたら道開けるかなみたいな。そうですね。しかも結構なんだろう、パパみたいなのいたんですよ。定期に会えるパパが結構いたんで、そんな苦痛じゃなかったんですよ。だから、あ、そっか、もう飯おごるぐらいだったら別にそれぐらい出しとく私がみたいな。そうですね。え、でそいつ金なくなっちゃってどうなってくるんですか？多分もともとそんな持ってないみたいな。うん。でやっぱ日本だと渋いなってなったから中国市場に目をつけて。え、マジでその中国市場行く前に17でまずそのプロデューサーがちょっとなんか立ち行かなくなってるじゃないですか。はい。え、それ縁切るんですか？こいつとちょっとつけちゃうんだよね。縁切ります縁切ります。おお。それ別に特にそのなんか金貸したりとかしてないですか？そいつには。いや、じゃ逆になんかその会社の貸し付けを私の貸し付けだとか言われて金を返せって言われてて、で風俗行かされたりとかして。それ会社の、そっか、社長にさせられたんですよね。そうです。それいくら借金性をさせられたんですか？うん、まあ結局全部返してないですけど400万ぐらい。17歳。17歳で400万する風俗で返させ、まあ完済してないけど返してたんですか？生活もあるんで風俗行かされて、結構スカウトバックも結構そいつからの紹介で行って結構抜かれててみたいな。すごい、そいつすごいっすね。17歳風俗に。18ですね。その時にギリ18になって。あ、18は OK なんですか？風俗 OK です。 OK です。はあ、じゃあギリ行けるセーフなんですね。でその時も17歳の時も結構その本気で付き合ってる彼氏とかいたんですけど、そのプロデューサーとの枕とかバレて泥沼になってみたいな。あ、バレますよね。そりゃね、ちゃんと付き合ってたら。はい。そいつがなんか交際クラブのいい感じのポジションに入り始めるんですよ。交際クラブの、はい、まあ、紹介料みたいなのもらう。ああ、それ交際クラブって言ったらそのなんか噂としてしか聞いたことなくて、はい、そこに入り込んだ人っていうか、その女性側、私交際クラブやってましたっていう人に会ったことないんですけど。あ、そうなんですか。どういうシステムなんですか？まず、そこにはやっぱその紹介状じゃないといけないんですか？セレブの男性を相手にする女性がいっぱい所属してるってことですよね。そうです、そうです。ハイスペックな。そうです、そうです。それもキャバクラとかじゃないってことですよね。なんか愛人を探すみたいなのでは。そんな感じです。愛人探すってノリでご飯セッティングされてそのままホテル行ってみたいな。交際クラブで紹介された人の愛人になって、18、19ぐらいの時はもうずっと愛人やってて。え、まずじゃあ交際クラブはサイトみたいなのがあるんですか？サイトなんですかね。なんか多分そういうコミュニティみたいなのがあって。え、じゃあ向こうはミュンダさんのちょっとしたプロフィールを持ってるんですか？写真とか。そうです、そうです。プロフィールとか、その時グラビアの活動をしてたんで、まあ、結構高く売れてみたいな。はあ。感じで、まあその芸能プロデューサーから要は交際クラブを紹介されて、でその交際クラブで出会った人の愛人をやり始めて。それ月いくらで契約したんですか？月いくらっていうか、その時はそういる分もらってって感じでした。まあ、10万ちょうだい、20万ちょうだいとか。あ、じゃあ会うたびに。会うたびに同棲しました。同棲したんですか？はい。あ、じゃあちょっとどこどこ出かけたいから10万ちょうだいっつって。そうです、そうです、そうです。すごいっすね、それ。
相手何歳ぐらいですか？42歳経営者です。なんかどっか会長。あ、じゃあ IT 系ですか？42で会社の会長ってことは。いや、フロントっぽかったんですよね。フロント？あ、ヤクザ関係ですか？ヤクザ関係なのか、私もよく分かんなかったんですけど、ファクタリングとかしました。ファクタリング、金貸しホワイトではない、まあ、ヤクザなのかは分かんないけども、半グレーの、もしくは、まあ、とにかくグレーのことでお金を稼いでってことですよね。うん、半グレではなかったと思うんですけど。はあ。で、毎日銀座で飲んで、へえ、で銀座でもう1万円札ばらまいてみたいな人でした。やば。で、そこの接待とかついてったりとかして。はあ。ゆうださんはその日本の愛人じゃあんま稼げねえなって気づくのいつなんですか？キャバクラ始めたぐらいの時。ナンバーワンじゃナンバーワンだったんですけど。ほうほう。それいくらぐらい稼いでたんですか？いや、まあでも言ってそんな数千万もいった、数百万とか。数百万。あ、じゃあ1000万いかないぐらいだったんですか？いかないですね。渋いなみたいな。おお。もう。で、その愛人と切って、そっからキャバ嬢始めようってなるんですけど、あ、その愛人と切るタイミングで、はいはい、結構法律関係詳しい人とつながってたんで、はい、その人に頼って、はい、で、まあ、警察とかで一緒についてきてもらって、はい、それと同じタイミングで芸能プロデューサーを切ることになるんですよ。あ、警察とかを使ってその縁を切るんですか？そうです。不倫だったんで結構嫁から攻撃されたりとかして。あ、芸能プロデューサーとも、芸能プロデューサーっていうかその愛人から、愛人の嫁とかから攻撃されたりとかして、慰謝料請求されるなんだのかんだのって面倒くさかったんで警察行ってみたいな。はあ。しかも未成年だから、じゃあ一応なんとか事なきを得たんですか？もともと別居婚で離婚調停中だったみたいな感じで、はあはあ、婚姻関係破綻向こうがしてたから、はあ、慰謝料請求されずに済んでって感じでした。あ、でもじゃあそれの体験で愛人にちょっとうんざりするってことですか？あの、こうやったらキャバクラの方がいいわみたいな。それでもう一旦愛人も愛人でいいけど、もっと上に行きたいって思ったんですよ。ほうほうほう。もっとお金稼ぎたい、もっと上に行ける、ほうほう、もっとすごい人と結婚できるはずだ私ならみたいな。へえ。ちなみに18ぐらいの時にはさっきの包茎とか整形とかもしまくってた？整形もしてました。包茎はまだしてなかったです。はあ。で、いつ海外進出っていう言い方は確かに分からないけど、海外の人の愛人になろうと思うんですか？それで愛人になろうと思って言ってないんです。何かが変わるかなと思って言ったんです。それはニューヨークでしたっけ？ニューヨークに一人で。ハローとソーリーもしゃべる、ハローとソーリーしかしゃべれない。はあ。ニューヨーク行くじゃないですか。はい。あそこさっき言った KTV、 そう、 KTV で働き始めるんですよ。そうか、 KTV ってのがニューヨーク中の、え、中国人系のキャバクラみたいな。あ、中国人の人が客で多いんですか？じゃあ。そうです、みんな中国人で。あ、じゃあアメリカ在住の中国人が来るわけ。そうです、そうです、そうです、そうです。はあ、そんな場所があるんだ。で、初めそのトランスレードで会話して、翻訳で全部会話してたんですけど、そこでもうやばい金持ちに気に入られるんですよね。ほう。もう大富豪の、ほうほうほう、ちょっと買い物行こうって言って数千万とかを使うんですか？はい。で、誕生日の時に、はい、そのちょっとジュエリーとかプレゼントするわって言って、ほうほう、2億とか。2億？あ、2億のジュエリーくれるんですか？はい。あの、分からんけど、もう時計とか、あのでかすぎるダイヤみたいなことですか？そうです。あの、全てにダイヤが散りばめられてみたいな。そう、そんな感じですあのバカみたいなやつですよね。あの豪華の極みみたいなやつですよね。そうですあ、そんなもらって。そうです。で、誕生日に、うん、その一つ、私日本でそういうキャバクラの店を持ちたいみたいなのがあったんですけど、おう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 、キャバクラやりたいんだよねって言ったら、中国系でもいいのみたいな、今買収の話あるからやればいいじゃんみたいなと言われて、そのニューヨークにある KTV をプレゼントしてもらったりとかお店ごと君オーナーでやりなよ、そうそうそう、プレゼントするよみたいな、はい、でプレゼントされたりとか、有価証券もらったりとか。有価証券って何ですか？ちょっと株。はあ。それ総額いくらぐらいもらうんですか？じゃあでも2億もらったと思う、ちょっと企画外ですもんね。どれくらいもらったんだろう。キャッシュでは数億。はあ。なんでそんなにその金持ちが
ユミタンさんに入れ込んだんですか、どう思いますか。まあ、日本人だし若いし、うんうん、だってすごい頑張ってたんですよ、いろんなこと。その中国語の勉強もしたりとか、あ、その英語の勉強したりとか。そっちじゃけなげさってことですか、どっちかというと。なんですかね、なんか中国、それぐらいの時から中国語と英語の勉強も始めたりとかして、まあ、割と結構すぐ話せるようになったんですけど。はあ。で、それじゃあそのもう愛人になってるじゃないですか、その人。はい。そのさっき言った KTV みたいなとこからはもう自分は抜け出すんですか。あ、です。KTV はその時点で抜け出します。はあ。で、抜け出して、その人がカンボジアに拠点がある。ほうほう。から移動したいって言われて、はい、カンボジアに一緒に行くんですけど、はい、その時にその人がヤバい詐欺師っていうことが分かって。世界規模の詐欺師ってことですか。そうです。金を持って中国の振り込み詐欺とマネーロンダリングとか、はい、オンラインカジノを運営してるボス。だってもうマフィアってことですかみたいな。ほう。で、やべえってなって、うん、一回日本に帰ってきて。それ、そいつから逃げれるんですか。まあ一回日本に帰るわみたいな感じで帰って。ああ、なるほど。まあなんか日本が恋しくなったみたいな雰囲気ってことですか。そうです、そうです、そうです。ああ、でも戻って、そこでそのガーシーをプロデュースすることになる、そのドバイの人と出会うんです。ほうほう。ガーシーさんのプロデューサーって、あ、秋田さんでしたっけ。秋田さんと、ともう一人ってのがいて。あ、あ、そうなんですか。秋田さんは結構なんかプロデュースっていうよりかは、がもともとそのマーケッターだったんで、YouTube とかより詳しかったんですよ。あ、じゃあそのがどちらかというと細かいなんか戦略とか考えるってことか。あ、そうです、そうです。ほうほうほう。で、で、その人と出会って、もう結構心身ともに疲弊してたんですよ、その中国人と付き合うたりとかするのも。うんうん。あ、やっぱその金持ってるけど人格破綻してるんですか。そうです、人格破綻してて、あ、もうモラハラだし、ほうほう。それぐらいの時に私もカンボジアに疲れて、そのドバイに移住して、うん、タックスフリーじゃないですか、ドバイって。あ、税金がね、税金かかんない。ほうほう。だからもうドバイに移住したいってなって。ほうほう。ちなみに今の時点で何歳ですか、ドバイ行く時点で。ドバイ21です。21。あ、じゃあ1年ちょっと前ってことですね。そうです、そうです、そうです。あ、でもガーシーさんがまだ世に出る前ですか。じゃあ世に出る前です。ほうほうほう。世に出る前に付き合い始めて、でドバイでその彼と一緒に暮らすようになって。そうです、初め私もドバイ移住しようとしてたんで、1ヶ月前ぐらいに私が先にドバイに着いてたんですけど、後々合流して、うん、観光とか一緒に回ってるうちに仲良くなって、うん、で、まあ、ホテルも移り住んで、じゃあ私のホテルもったいないよねって話になって、私のホテルをガウトして、で、向こうに移り住んで。で、それからもう本格的な同棲ですよね。そうですね。はあ。で、それはどんぐらい続くんですか、その交際は。まあ、トータル1年弱ぐらいだったと思います。もう、じゃあ結構付き合いますね、普通に。はい、普通に付き合ってて。じゃあ、彼氏って感じですもんね、あれ、愛人というよりは。まあ、でもなんか、はじめブシュロンの指輪プレゼントしてもらって付き合ってほしいって言われて、うん、ほうほう。でもその私今までずっと愛人やってたし、うん、その結構生活レベルも上がってたんで、うんうん、その人嫁いたんですよ、その時まだ離婚調停中って言ってて。あ、でもじゃあでも離婚調停中だったらその不貞行為にならないこと分かってるから、うんうんうん、離婚調停中だったらいいやぐらいの感じで付き合ってて。だけど、まあ、嫁もいるわけじゃん。でも、私はこの年だし、もうその人が31とかだったんで、ほうほう、31だし、尽くしてくれないと、お金もらわないと、付き合えないって言って、言ったんです。はぁ、はぁ。で、じゃあ、いくらもらう？で、付き合わないなら連絡取らない。ほうほう。もう、会わない。って言って、まあ、月500万もらうことになります。おぉ、もうすごい金額ですね。家賃とかかかんない状態で月500万もらう。そうですね、もう結構中国人に疲れててちょっと箸休め程度にと思ってすごいっすね付き合ったんですけど、まあ、そこでガーシーが生まれたりとかして、初めほうほう、私とその住んでる家にガーシーが撮影に来てて、まあ私は寝室で隠れてて、ほうほう、
指示しながらガーシーが撮影してました。おお、そのなんかこういう何ですか、やり方がいいんじゃないかとか。そうですそうです。ああ、なるほどね。でも完全にあのトーク全然全部丸々台本ってのはきついですもんね、さすがに。そうですね。だから次はこれ言うわ、次これ言うわみたいな感じで、がカメラ回して。なるほどね。じゃあそうか、だからまあ本当に二人三脚で作ってるって感じですね。そうですそうです。確かに、でもあの戦略ってもうガーシーさん私ね頭切れるだろうなとは思うけど、とはいえ相当 SNS になんか精通してないと思いつかないだろうなとは思いました、ね、確かに。なんかしかもなんかうまいし、なんかうまいです、喋りがすごいうまいですよね。いや、というかやり方もあのスパチャで、あのあそれとか金額多かった方を暴露しますみたいな。あ、そういうのとかは全部のアドバイスです。そうですよね。だってあれ、はい、あれってでメンバーシップとかの下りも全部が。あ、そうですよね。だってもう本当になんか SNS に相当精通してる人が思いつくようなレベルの、あの戦略、マネタイズの仕方、うんうんうん、マネタイズの仕方は全部がやってました。なるほどね。まあ、もちろんね、ガーシーさんのあの喋りのうまさのポテンシャルがあるからこそああなったっていうのもあるとは思うんだけど、はい、確かにそれぐらいの参謀がいないとあの成功にはなってないでしょ。そうですね。そんな横で見てて横で見てて。でそれがその交際がいつ破綻するんですか。でそれでガーシーチャンネルがバンされて、ガーシーの収益の3割もらってたんですよ。そんなまさですか。はい、まさか。でもアイデア出してるしね。はい。ほんほん。ででそれで結構稼いでて、あと詐欺もやってたんで、仮想通貨のバッジっていう、ほうほう、よくわかんないんですけど、要は仮想通貨の詐欺。なるほどね。でそんなやってて、その恋愛のこちらはどういうところなんですか。その別れるってことですね、その後にその方と。そうですね。で結構それでまあ自分の男だったし、初めは自分が詐欺やってないってずっと言ってて、で、まあ、自分の男だし、うん、守ろうと思って、これこれさんから連絡来た時に、はい、私が表だって反論してみたいな。ほうほうほう。それで結構叩かれて。ほうほうほう。でも、まあ、自分の男だし守ろうと思って。その時って一応好きなんですか。はい。あ、その500万何うんぬんかんぬんとかもらってるけど、好きでした。恋愛感情あるんだ。あります。でその各全部愛人はその時は恋愛感情っていうか、まあ情入れないと一緒にいるのはきついんで、ある意味あるって、初めに情入れて抜くっていう感じです。あ、途中から。はい。あ、それがコツなんですね、愛人を入れる。はい、はい。あ、じゃあその時は好きって思いもあるし、守ろうって気持ちで。そうですね。で守ったじゃないですか。はい。でその先は、でその先でまあ詐欺も終わって。終わるってこと。結局立件されてないっぽくて。あ、じゃあ詐欺とみなされないで済んだんですね。はい。その相手、はいはい。でこれこれとかでも援助をしたりとか、はいはいはい、まあ一人のバッチのことを紹介してたインフルエンサーの女の子が告発動画みたいに出したりとかして、ほうほう、私何も関係ない人に叩かれたりとかして、ほうほうほう、それぐらいの時に子供が好きだったんですね。ほう。子供が好きだったんで、結構私が日本に一時帰国してる時とかに、まあ、嫁と子供を呼んでドバイで遊んだりとかしてって、でそういうのも結構嫌だったっちゃだったんですけど、ほうほうほう、嫁とのごたごたもあり、ほう、あと金がきつくなってくんですよ、向こうの。あー、そうか。そうです、ガーシーチャンネルもなくなって、うんうん、月500万払うのしんどくなってきて、うんうん、それでまあいろいろあって別れましたね。あー、じゃあお金も払ってくれないし、うん、まあ喧嘩も増えてきたとか、まあ、そういうこと。そうです。まあ喧嘩はしないんですけど、うんうん、未来ないかなって。あー、でもって別れるんですね、うん、そうですね。じゃあ別れたら帰国ですか、日本に、ドバイから。まあ、一旦帰国して、はい、そこからまたマニラで愛人を始めるんですけど、別の人と。フィリピンで。はい、ほうほうほう。で結構その愛人の単価を上げるために相手のビジネスに関与していくっていうのが結構コツで。どういうこと。ほうほうほう。パソコンとかめっちゃ使えるんですけど、うんうん、パソコンとか
使えたりとか、例えばじゃあ経営者とかだったら結構打ち合わせとかしてて、この案件いいよねってなってもなかなか形にまとまんないこととかってあると思うんですけど、そういう時とかに、まあ、私が彼女なんですって紹介して、で私がバーって隣で議事録取って、で3日後にちゃんとしたバチンとした企画書が出来上がったら便利な存在じゃないですか、だからそういうスキルとかは一通り身につけてて、その延長線上じゃないけど、その人がマカオのカジノの経営者だったんですけど、マニラの人が、で次はちょっとマニラのカジノなんか買収するか、なんか買収するかみたいな感じで来てて、はい、なんかメールで送ってくれたそのガーシー・フォー・クラッチャーのそのマニラの愛人してる時なんですか？そうです。それぐらいの時にもう掘り返したかのように、他が強盗事件にあった、強盗事件で空き巣事件か、空き巣事件にあって、ドバイで？日本で。日本で、はい、実家に金塊とか置いてたみたいで。結構そのバッチの件叩かれてたんで、私もその別れてからグラビアやってた時のツイッター使って結構反論してたというか、その時私も結構ムカついてたんで、ほうほうほう結局嫁と寄り戻したみたいな感じ。あ、離婚調停だったのに。そう、ずっとそのこれこれさんのところに出たせいで、ずっとそのインスタとかにずっと誹謗中傷の詐欺した金でなんとかとかいろいろ来てたんで、事情を話し始めて、ツイッターでバッジを紹介したインフルエンサーの女の子とかも便乗してきて、それで多分そのインフルエンサーの子と私のことをグルだと思ったのか、空き巣事件に入られた時に私とそのインフルエンサーの子となんか誰かが犯人だって言って名指しでツイッターで投稿し始めて、捏造で攻撃してきてんのかなって。はあ、じゃあその方の家の強盗の強盗っていうか空き巣の指示役みたいなこと、指示役みたいな風に言われたんですよ。はあ、で私の DM でなんかよく分かんない作りたての裏垢みたいなので、お前全部ガーシーに情報を売ったから覚悟しとけよってきてて、怖っ。はあ、その時はバン、あれでもバンされてるんですか？バン前？バンされてます。ああ、じゃあバンされてる場合、それはじゃあガーシーさんどうやってそこで切り抜き舞台使って拡散した？ああ、じゃあ、あのあれですか、あのガーシーさんがインスタとか、はい、あの TikTok ライブとか、はい、インスタまだ生きてましたね。あ、当時じゃあそうか、インスタが生きてて、そのインスタ内で喋ったのを切り抜き舞台さんが、はあ、インスタライブでなんて、ミュータンさんはあの言われてたんですか？強盗事件の指示役。はあ、そっか、それ被害額いくらだったんですか、その強盗事件は。強盗事件はその時ガーシーフォークラった時は4億円って言われてましたけど、まあ、実際この前ニュースに出たのは1億いくら、2億弱ぐらいの感じでした。そっか、バンされてるとはやっぱ結構あのパワーありましたか、そのガーシーフォーに関して。ありましたね。あ、そうなんだ。めっちゃフォロワー増えました。あ、フォロー、あ、そうか、そのフォロワーはどちらかというと敵要素強いんですか？いや、ガーシーアンチなんで。あ、そういうこと。逆に応援してます。そうなんだ、へえ、そんなことがあるんですか、ね、はい。あ、じゃあ別にその、あのインスタ切り抜きでのガーシー法みたいなのはあんまり直接的な被害にはなんなかったんですか？うん、まあデジタルタトゥーにはなりました。あー、とか一応そういうちょっと耳たとか検索するとガーシーって出てくるみたいな。あー、なるほどね。でも一応なんか週刊誌とかその後弁明されてた記事が何個か。あ、そうです、そうです、そうです。それでまあなんとかね、何回も警察とかにも呼ばれましたけど。警察にも呼ばれるんですか？呼ばれました、呼ばれました。で一応その警察とか行って身の潔白は話されたんですか？あ、そうです。もう自らでも情報提供者として初めは出向きました。で、そこから何回か呼ばれてって感じです。あ、でも一応警察からは、あの、白だねっていうふうに。はい。判断されてというか。そうですね。メールに書いてあった、7億円の借金を背負わされたっていうのは何なんですか？あ、それは、マニラで結構、その人もすっごい人だったんですけど、まあ、物件もらったりとかいろいろあったんですけど、
結構お金も貯まってたんで、リタイアしようと思って、うん、それでリタイアできるかなって思ってたぐらいの時に、2、3年ぐらい仲良くしてた中国人のニューヨークからの知り合いから KTB の買収の話が来るんですよ、うん、で収益とかも全部送られてきて、まあ、興味あるから話聞きたいって言って、それを買収したら、まあ、私はもう一生働かなくても悠々自適に暮らせるぐらいの感じの収益だったんで、それでもうああリタイアだって思って知人通して中国人の人からそのニューヨークの時に買ってもらった KTB を担保に6億借金して、でそっからまあ日本人の知り合いとかから、まあ、7500万とか6000万とか融資してもらって、その KTB を買収するんです。で今その KTB のオーナーなんですか？ニューヨークはそうなんですけど、まあ、そこが実質詐欺だったんで、その KTB の買収の話が詐欺だったんですよ。だから精査に約1000万ぐらいかけてて、精査って それが安全かどうかっていう調査、安全かどうかっていう調査もそうですし、収益表とか送られてくるじゃないですか、はい、で桜でその人を生かして、お客さんとして生かして本当の収益、その部屋数、入ってる部屋数が合ってるかどうかっていうのも確認させて、はあ、結構まあ工数もかけて精査して、よし買収するって言って5000万デポジット入れて、いざじゃあお金を入金します、2日後に連絡なくなってで、その事務所も事務所に行って、じゃあどういうことだって確認しようと思ったら、もう事務所間抜けのから空っぽになってて、へえ、でそれで7億失ったってことですか？それでまあ実質負債が7億5000万ぐらい。それどうするんですか？でまあほとんど資産とか売り払って、ほうほう、もう結構返しましたけど。あ、結構返したの？はい、いくら残ってたんですか？あと1億8000万です。いや、だいぶ減りましたなだねとは思いましたけど、はい、でもまだ1億8000万あるんですね。そうですねでもまだ売ってないものとかもあるんで、まあそれ返済、ね、そうですそうですそうです、そうです。あ、それ返済当てれば、じゃあまあ返済当てながら働きながらっていう感じで、そのオーストラリアで風俗やってたんですけど、ほうほう、オーストラリアでもその愛人と風俗の掛け持ちみたいな感じで、ほうほう、要は1日もう10本とかじゃこなしてから愛人のところに行って一緒に寝て、でそっからまた朝から仕事してみたいな。え、これさ、オーストラリアの風俗っていうのはその単価高いんですか？人によると思います。ミミタさんの場合は日本よりかは全然高いと思います。何ドルなんですか？500ドルとか、え、600ドル、700ドル、そこら辺ですかね。まあそれを1日10本とか。え、じゃあ1日で100万とか200万とか稼ぐとですか？まあ可能っちゃ可能ですね。オーストラリアドルなんでそこまでいかないですけど、それはまあ全然可能な額でありますね。はあ。で、まあそれ愛人やって、それやって愛人やって、でもうフル稼働してすごい人生ですね。でまあもう返済に追われながら一回じゃあその目処立ったから日本に帰ってきたってことですか？まあちょっと体も結構壊しちゃってて。それは確かになかなかの働き方ですもんね10本でも死ぬよって家族とかにも言われて。どっちの？あ、全員知ってます。その実の両親も育ての両親も。でももう生き切ってるから逆に受け入れられてるというか。そうなんだ。もうすげえ生き切ってるから。確かにもう一般人の感覚ではちょっともうなんかアドバイスとかしようのない領域ですよね。だってじゃあ私は借金が悪いことだと思ってなくて、うんうんうん、それがなかったら
もっと辛くなってたかもしれないし、その時に信用して貸してくれた人を裏切ることは絶対したくないんで、だから自己破産とかはしたくない。おー、じゃあちゃんと返そうってことちゃんと返そうって、返しきるまでもう返すか死ぬかじゃあ返しましょうか。返すか死ぬか飛ぶかしかない中で、飛ぶはないんですよ。飛ぶは自分の中でないから、じゃあ返す。はあ、え、今22ですよね。そうです、そうです。どうしたいですか、これ。なんかなんていうか、22まででなんかもうこの世のフルコース全部味わっちゃったみたいな感じじゃないですかえ、まだこのこんな感じのこの大波の中にいたいですか。人間ってないもんでだりじゃないですか。うん、その安定したら刺激が欲しくなるし、刺激がありすぎると安定を求めちゃうし、ほうほう、結構ないもんねだりなんで。ほうほう、でも私は結構刺激があった方が心地いいタイプで、何もない人生っていうか、うんうん、何も起こらない人生で平和なのもそれはそれでいいんですけど、うん、ただ息してるだけじゃんって思っちゃう。なるほどね。自分的にはそういう人生じゃない方が楽しい。人生って私一冊の本っていうか、一冊の物語、一つの物語だと思ってて、ほうほうほう、じゃあその物語をいかに色づけれるかって自分の行動次第じゃないですか。まあね。だからこの借金もその物語の中の一つだと捉えてるからまあね。だから辛くない。あ、これを乗り越えたら次はいいことが待ってる、ダメな嫌なことが起きたら絶対いいこと待ってるって思えるから、だから別に借金があろうが普通に頑張って返すし働くけど、けど息抜きするときは息抜きするし、仲間と飲んだりとかもするし、その時はすごい楽しむし。え、今はじゃあその本の中身、愛人ブロックはもう充実してるじゃないですか。ブロック充実してるんで。何足したいんですか。いや、次の章行こうかな。次の章何足すんですか。何例えば今考え中なんですよね。だからそれも含めて日本帰ってきました。あ、そうなんですか。え、なんであの出ようと思ってくれたんですか。おもろそうだから。本当。あ、そう思ってくれたんなら嬉しいですけどてか、まあ、守るもんないんですよね。その中国での活動が結構メインなとこもあるんで、日本で別にどう思われようがいいみたいな。え、でも中国での活動って何、中国で何するんですか。中国でまあインフルエンサー的なこともやってますし。あ、そうなんですか。ウェイボーとか持ってるんですか。あ、そうです、そうです、そうです。ウェイボーとかもそうですし、中国のメディアとか時々出たりとかしてるん で、 そうなんですか。だからもう中国拠点だから別に日本でどう思われようがいいかなみたいな。あ、それで喋りに来たんですか面白そうだからあ、そうなの。おもろそうみたいな。おもろかったらそれでいいんですよ。確かに、いや、嫌かもしれないけど、あの令和版カノ姉妹のみたいな感じに見えますよね。本当ですか。このなんていうか異物感っていうんですかね、この企画が感じっていうか浮世離れしてる感じっていうんですかね。この前逮捕されたいただき女子みたいないるじゃないですか、うんうん、なんか ああいう人たちって借金抱えてて困ってるんだよねっていうじゃないですか、うん、だけど私はこれこれこれできる、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 だからじゃあそれに対して私が欲しいんだったらいくら払ってよなんで、なるほど、ね、同意の上みたいな感じだから、はあ、だから逆にトラブルにもならない。なるほどね。ちなみにこの服はどこで売ってるんですか。これはこれ全部貢ぎ物ですよ。貢ぎ物ですか。はい、服とかもう全部もらい物しかないというか。そうなんすね。だからその時のパトロンとか愛人の趣味によって結構服装変わったりとかするんですよ。これ誰の趣味なんですかこれ最後のマニラの人の趣味。マニラこれ趣味なんですかマニラ、そっか、俺センスマニラと合わねえな。マニラのマニラに、そう、まあまあ、その人マカオ拠点なんですけど、まあ、マニラ来てて。なるほどね。その時の中国人の趣味。そうなんだ。じゃあこれうん、まあその人の、ね、趣味ですからね。はあ、まあ、でも似合ってますけどねどうやったらこんなの着こなせるかよくわかんないんだけど似合ってますね。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。面白かったです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、出演者大募集、概要欄に掲載されている Gmail までご応募お待ちしております。
ネイキッドロフト横浜さんにて12月29日19時半トークライブを行います。つむごくさんと中村さんも来てくれます。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。